そうです。僕の母校です。ここは。はい。めっちゃ懐かしいです。十何年ぶりなんで、ここの学校の、そうですね、生徒がうちに来てますね。はい。ちょっとはずいな。あ、はいはいはい。こんなやった、こんなやった。懐かしい。この頃からお父さんが 目覚めて空手に厳しい。いや、でも最初全然だったんですよ。空手の自分の練習してる姿を見てくれてもなかったですね、最初は。2回目かな、2回目ぐらいの試合で1回戦目でボッコボコに負けたんですよね。そこからもう地獄の日々が始まるっていう感じでしたね。遅くまでやってましたね。練習が9時半とか9時ぐらいだったかな。そこから帰って11時12時ぐらいまでは普通毎日小学校4年生5年生6年生って年を追っていくごとに、あれ俺遊ぶ時間ちょっと少ないかなとか。でも中学校入るぐらいの時はもう完全に、あ、ちょっと周りとちゃうわっていうのは、やっぱり何かをこう手に入れようと思ったらやっぱ何か我慢しないと、何かねちょっとこうしんどいこと乗り越えないと、まあ、そんな簡単には手に入らないと思うんで。こんにちは、失礼します。こんにちは、失礼します。どうぞ。これがライズのスーパーライト級のチャンピオンベルトになります。あ、いいですよ、持ってください。はい、ありがとうございます。どうぞ。すごい、はい、重たい。そうなんですよ、重たいですよね。すごいですね、はい、もうそうなんですよ。高生さんここの卒業生で、はい、すごくもう世界にもチャレンジして、はい、すごく頑張って羽ばたいていらっしゃるって、はい、はい、伺っています。 ありがとうございます、はい、次がまあ自分の現役ラストマッチになるんですけど、でその次戦のその相手があの世界一強い相手で、今モチベーションも上がってる感じなんですけど。はい、かっこいいですよ。なんか子供たちに、ね、話とかしてほしいです、本当に。あ、本当ですか。うん、目指すなんかな目標、あの身近な先輩っていうか、うん、あの頑張る、じゃあ僕らも頑張ろうとか、うんうん、いろんな、ね、しんどい方お話とかもしてもらったら、うんうん、子供たちもそれぞれしんどい思いも抱えて、はい、それぞれの子がいるので、うんうんうん、でも、まあ、検討 やろうっていうのがすごくこう力になると思うので、はい、ぜひ、うん、まあ、実際自分も小学生時代の時、まあ辛い思いもあったりとか、まあしんどい時もあったんですけど、まあでもそこを乗り越えてきたから今があると思いますし、次がね大事な一戦になると思うんで、はい、みんなの思い背負って頑張りたいと思います。はい、もうみんなで応援していますので、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。おっす。まあ、僕は本当にこの前にあるこのベルトを持ってから本当に成長させていただいたと思ってます。最後は中央で決めた山田、山田光成が新チャンピオンです。2018年のライズのラウンドガールのなゆさんと、結婚させてもらいました。おーす。綺麗に撮ってほしかったな。文句だったりする。選手のサポートが何が一番大変ですか。やっぱ食事ですかね、うん、なんかちゃんと食べてない時ってやっぱり体に現れるような気がして、やっぱしっかり食べとったら体も大きいし、やっぱりパワーも多分あると思うんで、食事は一番気を使ってました。うん、キーマカレーが美味しくって、うん、キーマカレーよく作ってもらった。北野選手に負けた時はめっちゃ腹立ちましたけど、でも安保選手に負けた時はまあなんかもっと KO されたりするんかなとかちょっと考えとったんで、まあようやったなって感じです。強い。まあやっぱり道場のみんなとかの応援がやっぱり大きいんじゃないですかね。みんな一生懸命応援してくれるしね。そうやね。はい、一時切って、おっす。おっす。
はい、声を聞かせます。新前にレイ、おー、新前にレイ、おー、そう、おー、おめでとう、おそう、おそう。生徒たちが、まあ、育ってきて、でプロで出始めたんですよね。でまあ自分もプロでやってるから、まあ、一緒にできるかなと思ったんですけど、やっぱり自分の練習もやっぱやらないとダメなんで、そうなってきた時に、うん、まあ生徒たちをね、うん、しっかり見てあげたいなっていう気持ちもありましたし。チー君、ボレー。オーシャルテ。ここで見たら、こっちの蹴り足の方で、あ、そうか、分かった、蹴りたい方の足決めるんだよ。3、蹴る、ぐるっと見て、3、昴生さんもこういうの毎晩やってたんですよ。そうです、もう練習終わって帰ってもまた家で家にプレハブ道場立てなきゃ練習、月火水木金土日練習、休みがなかったですよ。遊びに行っても道着持って、ね、遊びに行っても、でも夕方には練習、もう大先輩なんで、はい、もうちっちゃい頃めちゃくちゃお世話になって、目立ってはいましたけどね、昔から髪も金髪でしたし、小学校から僕にやられたらすぐ立ち向かってきよったので、ちっちゃいなりでもやっぱすごい闘志がすごかったんで、そこは尊敬するとこかなとは思って、子供たちの夢なんです、今それをやっぱ証明して もらいたいなっていうのがあります。いろいろ悪いこと言ってきたし、温かい言葉とかないでしょ。それは会場でかけてあげる、かけてあげる、温かい言葉、まあ、自分がね本当にこう活躍して、自分がこういいところを見せて、それちょっとでもねみんなに勇気を与えれたらいいかなと思ってるんで、うん、そこはねちょっとでも刺激になってほしいですね。はい、じゃあこのままで終わります。大きな大会あって、それに出た時にもう1回戦目に同級生にボロボロにやられて、それからですかね、もうこれはうちの息子じゃないみたいな、これで火つく、いやもうめちゃくちゃっす簡単に言うと 夢に出てきた技を使えたけど地道なことをずっと、多分前蹴りだったら前蹴りを何百本何千本ってやるみたいな、昔ながらのそれしか分からなかったんですよね、情報がないんで、そう今みたいにネット社会でもなかったし、やっぱり本人の努力ですよね、もうそれしかないですよ、この地元でやっぱり中央に行ってもやれるぞという、こう信念持ってやんじゃった、その、ね、自分の努力よう頑張りましたよ、楽しませてもらったし、なかなかこんな親孝行な子はおらんのやないか思うぐらいちょっと親バカになったんですけど、まあ最後ねこれで頑張ってくれたんで、あとは次に続く子供たちがええお手本になってくれたらええな思います。浜の魂がね死んでます。勉強させてもらいます。いいっす、いいっす。ガスマ近わしてください。お空気満と重すぎたって。あ、まあ、ダメだね。変わってください。すごいですね。すごいですね。すごいと思います。神よ。世界劇場もやってみてた。この25年間空手含めキックボクシング、うん、試合前にあんな泣いたのは初めてです。はい、絶対頼む軍キャットブーカー
ブルーコール構成山田。5歳から始めた空手に見せられてここまで25年、その集大成、魂を込めて感謝の思いをリングで表現します。空手家山田浩生、この男を倒す日本人は現れるのか。実に積み上げてきた戦績は214戦172勝38敗4分け。2017年18年と世界最高峰のキックボクシング団体グローリーで2年連続年間最高 KO 賞を受賞。 Rise Super Runway Champion Kou Sei Yamada。 Andライバルス、ライズ対グローリー、山田浩生ファイナルマッチ、スーパーライト級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。相手も相手なんでちょっと切り替えなあかんなっていうので、もうリング立った時はもう切り替えれてたんで、はい、そこは良かったです。お願いします。風間さん、はい、このペットなかなか日本の前に立ちはだかるという大きな壁になってますよね。そうですね、でも打撃勝負で打ち合いに持ち込めば山田選手 KO あり得ると思います。なるほど。おー、左腕キック、完成、いけるよ、いけるよ、いけるよ。今日ペット積極的ですよね。強気強気、先手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 、そうえそう、おい、左でもいいからな、左でもいいからな、そう、左でもいいぞ、おい、そう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 。ミドル数発で山田選手の腕赤くなってるんで、はい、相当硬いんでしょうね、すねが。強烈なミドルがあります。ペット数発ですから。第1ラウンド終了。パンチを合わせられそう、パンチな、はい、いけそう、なんとなく、なんとなく合わせられてない。左ビビらずいけ、はい、左アンが入るけ、入る入る入る、フック、パンパン、フックでもジャブでも、いやいや、パンパン打ちたい、左もだし、左の速い方で入る。正直1ラウンド目でいけるわって思ったら2ラウンド目から全然いけんやん。もう最終的にずっと組んできたっしょ。もう俺前の1回目の俺と一緒やん。いや、あとこれが無理しつつラウンド2、パーフェクト、プッシュ、プッシュが半端じゃないですね。なんかこう技自体は正直本当今のライズの選手で強い、まあそれこそメイン張った健人君とかも練習してますし全然多彩やと思うんですけど、まあただその体の強さとうまさずるさは感じましたね。もう作戦も何もかもねじ伏せるパワーですよね。なるほど。前回の腹打ちという時もそうだったんですけど、あの組み付きがあるとやっぱ切れちゃうんで、はい、流れがここですよね。ここで距離を潰しに行きます。ペットバノルーン、ペットのうまさですよね。だからケント君が左を合わす、こうジャンプしながらこう合わすっていう、うん、なんでジャンプするんかっていうのが分かった。そうなんです。だから避ける時にこうやってるから当たんないんですよ。遠すぎるから、遠すぎるんで、おもとるよりか伸びてくる。そうミドルが前に、そうそう、ビュン、避けた後だ、これやらないと分からんの。いくら腕蹴られても一発で繰り返すもの持ってますからね、はい、今のもちょっとこう惜しいような形になりましたね。惜しかったですね、はい、あれが顔面を捉えると
相手を倒す力、あそして会場からは攻勢コール。ビビるな。いい。相手がさ、キャッチしてワンアタック取るやん、はい、ワンアタックで終わりやねん、はい、お前その後打ち放題やねん、はい、分かるな。いや、楽に刺すな、相手の、はい、構えるな、る構えるな、構えるな、押してくるだけ、参った方がいい。うん、参ったらいかん、プレスかけていけ。ほんで絶対センター取るよ、お前。オッケー、さっき取られるけど、それやったらいかん、絶対に。セコンダー、セコンダー、強気強気、タイマー、タイマー、ラストや、ラスト。これが現役最後の試合、第3ラウンド。もうさっきより行く顔してますよね、はい、入って完全に右フックが今惜しかった。あと少し前に出てくるペット、ペット選手のパンチも上手いですね。さあ、まもなく1分を切ります。右、2回ダブル、タイムストップ。組みついた状態での攻撃は一発で指定されています。イエロープレッシャーかけろ、プレッシャーかけろ、プレッシャーかけたらバルト減点取るなりません。ラスト1分、いけるな、いかんかい。投げた、投げた、もっとこう喧嘩っぽくできたらよかったですけど、うん、そうはいかんかったですね、うん、それも作戦やったけどな。そうですね、競ってたり負けてたらもう3ラウンドはもう喧嘩でいこうか、させてくれんか、させてくれん。もうラスト30秒ぐらいはもう A はどつかれても蹴られてもと思ったけど、すごいですね、反応してしまうですね。 A はって思ったよ、ハッパーって染みついてしまった、あかん、動いてるわ勝手に。ラスト10秒、あ、終わったなっていう、うん、安心感と、まあ、自分が今このリングに立ってるっていう安心感と、逆に行ききれんかったっていうちょっと悔しさっていうか悔いと、本当複雑ですね、いろんな感情が入り混じって。あと応援団とかもいっぱい声出して応援してくれてたんで。試合終了、これよりジャッジの集計を行います。強いな、ちょっと受けてなかったな、蹴られた。ジャッジ豊永、30対29、赤ペットパドル。ジャッジ39ペットパドル。ジャッジ北陣、30対28赤ペットパドル。ジャッジ33ペットパドル。以上3対0の判定をもちまして、勝者ヘッドパドブルキャットブーカー、ヘッドパドブルキャットブーカー。涙こらえるの必死っていうか、もうね、あかんすけど、ファイターとしてね、やっぱリンゴ、判定聞いてリングの上から降りてバックヤードに帰って自分の姿が見えんくなるまではやっぱプロとしてね我慢せなあかんすけど、帰っていく道ではちょっと我慢できなかったですね。最後一番近くで見れたんで良かったです。ほんま強かったです。感動しました。かっこよかったです。ほんまに誇りに思うんですけど。昴生やったぞ。やったやった。もうありがとうですよ。やっぱりこんな大きい舞台連れて行ってもらいましたし、25年の集大成見せてもらいました。Thank you.
ケンド君ごめん。寂しいわ。いやもうなかったってよ。なんでなくも泣いたらあかんって。試合前や。寂しいよ。よろしくお願いします。お疲れでした。頑張って、頑張って。はぁ、強かったな、やっぱり。いや、なんかミドルだけかなって思ったら、右フックがパコーンって一発飛びかけた。ここら辺、ここら辺だったんですけど、まあ、めっちゃ目チカチカした一瞬。なっちゃってないかったっす。チャンピオンやったら見て、かわいい、うん、かわいい。ก็สำหรับการชกวันนี้ก็จังหวะระยะประชิดเราต่อยหมัดไม่ได้ครับผมก็ใช้การแบบผลักออกนิดหน่อยแล้วก็ออกอาวุธครับผมสำหรับมวยยามาดะที่ชกคาราเต้มาก็สำหรับผมก็ชกยากครับแต่ผมก็อาศัยประสบการณ์แล้วก็ดูมวยผ่านมาและความแข็งแกร่งก็เอาชนะเขาได้ครับก็ดีใจมากครับผมこれから人生を幸運と送ります。いい人生を送ってください。ありがとう。強かったです。いやいやいや、強い、強すぎ。この件は強すぎ。マジで中継マークありがとう。マジ強い。もう原口君とそうですけど、こうやって世界と戦えるぐらいの体力とかスキル持ってるやつって少ないんですよ。みんなできると思ってるけど、山田は一応そのところまでは行ってたかなと。で、言ってることがすぐ伝わります。こういうことでバランスができてるから、ここのとこ注意してやってなって、分かりましたって言ってパッとできたらすぐできるんですよ。あれ、俺これ前教えたって聞いて、いや今日初めてです。そんなタイプです。おかげさまで、でもいい思いをさせてもらったんじゃないですかね。今日の試合の相手もそうだし、ライズ様々です。厳しいようだったんですけども、これは僕からの最後の愛だと思って、僕は強い相手をぶつけました。若手を作る、ライズファイターを作っていただけると思うんで、その育成に非常に役立つ経験だったと思います。またね、奥様もゲットしましたし、ライズです。本当にライズライフ楽しんだんじゃないかと思っております。本当にお疲れ様でした。電話の系を押して先生から激励賞をもらいます。俺がライズデビューした時20秒ぐらいで終わってるんですよ。ほうほう。 KO で勝ってる。お前そのタイム越したら激励賞やるぞ、俺から。熱いですね。フェザー級のこれからを担う10代同士の戦いとなりました。白鳥光輝対野村優斗の一戦。入ってる、入ってる。焦んな、焦んなよ、焦んなよ、ほっ、焦んなよ、膝、膝、ワン、ツー、スリー。ほっ、集中、集中。後半のあの感じや、あえて攻め疲れしてるから。今日みたいな試合面白いけど、でも バカになるよ。あんな試合しよったら、自分らやっぱ選手もやってたし分かるんで、やっぱりそのもらわずに当てるっていう、フェンシングじゃないけど、ああいうスタイルやっぱ確立させていかんかったら、選手生命長く、だから危ないことやるんで、それはまあ自分の指導者としての役目でもあると思うんで、そこはちょっと自分の今後の課題にもなったし、あいつの課題にもなったんですけど。事務経営も知らしたけん、先週でね、やる時間ももう終わったかなって感じだった。30で決めとったけん、当人も。だから地方から頑張ってやるのはもう自分ポリシー持ってやるんじゃなくて、空手の方でもだし、ヒックもやっぱりそれでチャンピオンならしてもろってやったけどね。そこら辺は、親子ともども満足はしとるとこもあります。先生、ホッとしたんじゃない？だってホッとしたろ。
これ、うん、めちゃめちゃホッとしてる。自分の試合の時とどうなんですか。いやもう余裕で自分の方がいいです。マジで気が楽っぽい。我々はもう25年間君のために他の選手たち子供たちのためになんかちょっとした舞台じゃないじゃないですか。もうライズっていうメジャーの団体なんで、そうなってきたらやっぱり、まあ、僕らも本腰入れてちゃんとこう見てあげたりとか教えてあげたりしないと、まあ、なかなかいい結果は出ないと思うんで、今日改めて身に染みて感じました。それはすみません、あの周りの方の言葉が印象に残ってたっていうことだったんですけど、今日一番、まあ、今頭の中に残ってる言葉、誰のどのようなものかっていうのありますか。あまあ親父ですかねずっと、まあ、25年間、うん、まあ、あの試合前にやるぞっていう言葉をまあかけてくれたんで、まあシンプルな言葉ですけどね、うん、一番なんかこう響いたですね。はい、まあ、まだまだ程遠いなっていうのは負けたんで感じた部分もあるし、あもっとこうしとったらいけるかもしれんってい こう手応えっていうのも感じたし、だから無理じゃないなって、まあ、それはね次世代のライズのファイターが絶対そこはもぎ取ってくれると思うんで、はい、そこをちょっとでも感じてくれたらなっていうのは、はい、みんなと一緒にこの時代に、はい、選手でできたのは嬉しいですね。